皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日はなかなか店舗にお買い物に行けないということで、ずっと気になっていた秋の新作を3でオンラインショッピングしてみました。そちらをね、実際に手に取った時のレビューと、そちらのアイテムを使って秋らしいメイクアップをしているので、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。ベースメイクは最近使っているアイテムで仕上げていきます。エトボスのミネラルインナートリートメントベースクリアベージュを全体に塗っていきます。ファンデーションはヘレナのものを使っていきます。全体的にジョンセンブルのスキンヌーダーパクトを塗っていきます。色はクリアライトです。まずはディメンショナルビジョンアイパレットアリー01番のカラーです。はい、このアイシャドウはグロスのような質感になっています。引き続きツヤ感や濡れ感欲しい方にはすごくぴったりだと思います。あとは目の周りの乾燥が気になる方とかは、とっても保湿効果もたっぷりあるので、とても向いていると思います。こちらの2つが少しこうグリッターというかグロスのような質感になっていて、すごく柔らかいテクスチャーでしっとりまぶたの上に乗るタイプになっています。こちらのラメは大粒で、光の加減によってはキラッとするタイプのものです。あとはここのカラーがしっかりしている2色は、肌にのせるとふんわりパウダーのように変化します。しっとりしているんだけど、質感としてはふんわりパウダーのようなアイシャドウになっています。付属のチップは大きさ違いのチップとブラシがついています。こちらのベージュがかった落ち着いたラメを全体的に入れていきます。まずこれだけ塗るとこう陰影がついて、少しこう彫りが深いような印象になります。実際にね、グロスっぽいってテクスチャーを見た時は思ったんだけど、まぶたにしっかりのせるとグロスというよりは潤いはしっかりあるんだけど、表面は結構サラッとしています。なのでこう結構ね、グロスっぽいものだと二重幅に溜まってしまったりするんだけど、そういう感じはないかなと思います。続いて最近はしっかり赤みのある目元を作っていきたいので、こちらを全体的に大きめに入れていきます。下に塗ったアイシャドウとの相性がさすがもうすごい絶妙にぴったりなので、重ねると深みのある綺麗な赤が発色されます。こんな感じで、次に締め色になるこちらのブラウンは、せっかくこの綺麗な色をのせた上に重ねてしまうとしっかり深い印象になりすぎてしまうので、私の場合は目を少し横幅を大きく見せたいので、こちらの目尻に少しこう幅があるように見せる、そんな影を作っていきたいと思います。思ったよりもしっかり色がいい意味で出なくて、本当にこう影を作る感じで発色しています。なのでこのぐらい気になるところ、少しこう強調したいところにさりげなく重ねていくと線がはっきりします。最後にこちらの濡れ感のあるラメか大粒のものを黒目の真上に入れていきます。
はい、ハイライト効果が出るのと目に濡れ感が出ました。眉毛を描いたらまつ毛を上げていきます。まつ毛を上げた後にアイラインを引いていきます。次はインディストラクティブルアイライナーの02番のカラーです。はい、初めて3でライナーを買ってみました。今回もわざとこう長めに描いてみたり、太かったり細かったりしてるんですが、こう本当にね、描き方によっていくらでも自由自在に描けるっていうものです。で、すっごく描きやすくて、今さらっと描いたんだけども、フィットしていて取れづらいのが特徴です。私はアイラインはプチプラ派なので、3のアイラインは今までチェックしてこなかったんですが、オンラインで買うときにいろいろ見ていたら、こちらがビューティー誌のベスコスをすごくいっぱい受賞しているアイラインだということで、今回購入してみました。はい、引けました。ね、確かにすごい描きやすくて、多分ここの芯の硬さ、このフェルトでできてるんだけど、こちらが絶妙に簡単に力加減をすごい考えなくてもいい感じの太さに引けるっていう感じです。細く引きたいときは私結構寝かせちゃうんだけど、縦にすればとっても細く線が引けると思います。マスカラはベースでブラウンのものをしています。その上にこちらを重ねていきます。アートエクスプレッショニストマスカラ02番です。今回もカラーマスカラが今季とっても気になっているので購入してみたんですが、分かりやすくカラーを使っているなっていうタイプのものではなくて、こういう感じでどちらかというと深いブラウンの中に赤みを帯びた色が隠れているような、そんなカラーだなと思って購入してみました。少しメタリック感もあるので、濡れた感じの目元を作る時にもすごく相性がいいと思います。まさにね、私がすごいずっと探していた、こう色を主張しすぎるわけではなく、こうブラウンの中に絶妙にこうカラーを感じるっていうマスカラだなと思います。明るいカラーマスカラをするとこう存在感なくなったりしてしまうと思うんだけど、そういうわけではなく、目の主張はしっかりされてほんのり色味を感じる、そんなマスカラかなと思います。仕上げにリップです。デアリングリディスティンクとリップスティック、はい、このカラーすごく可愛いので塗っていきます。下にね、グロスもリップも何もつけていない状態で塗っていきます。はい、こんな感じです。思ったよりもというか、実際に塗ってみた方がよりクレヨンっぽさ、結構こうしっかりそのまま発色強めに出るリップかなと思います。ちょっとこういう感じでもしタイトとかにしてモードな感じとかにしたらかっこいいんだけど、普段使いするには結構唇を主張するのと、唇ケアがねしっかりされてないと縦じわが目立ちやすいかなと思います。私が普段使いするなら、中にグロスかリップクリームを仕込んで一回ティッシュオフして指でポンポンってつけるぐらいの出し方の方が普段には使いやすいかなと思います。ただ色がすごく素敵な色なので、結構ね、目元のこのアイシャドウが透け感があって主張しすぎないこうニュアンスのアイメイクなので、このぐらいしっかり出ていてもそれはそれですごく素敵なメイクになるかなと思います。これで完成です。今回はなかなか店舗にお買い物に行けないので、オンラインストアで3の新作を購入してレビューとメイクアップをしてみました。ちょっと実際私の正直な感想で言うと、アイシャドウパレットがもっとツヤツヤの濡れ感が高めのアイシャドウパレットかなと思って購入したんですが、どちらかというと透け感があってニュアンスなパレットだなと思います。結構グロスっぽく見えたアイシャドウたちも肌にのせてみると、こうスッとサラッとパウダーっぽく変化するっていうのがまた面白かったんですが、湿度はきちんと含んでいて、こう油っこさがない、そんな感じのアイシャドウパレットかなと思います。ね、秋になるとこうちょっと湿度高めにしてヘアスタイルとかもね、少しこういう濡れ感のあるものだったり、口紅もこう深いものを使いたくなるので、バランスとしては私はすごく大満足です。マスカラは本当に欲しかったアイテムがすごくドンピシャのものを見つかったので、すっごく満足しています。でアイラインもね、もちろんすごいどんなメイクにもハマりやすいカラーで使いやすさなので、これからの普段メイクに
よく出てくるかなと思います。なかなかね、今店舗でタッチアップできたりとかしないと思うんですが、少しでも参考になったら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。